延岡電気株式会社は大正から昭和初期にかけて存在した日本の電力会社である。九州電力送配電管内にかつて存在した事業者の一つ。宮崎県延岡市にあった電力会社で同市を中心に宮崎県北部に電気を供給した。前身は旧のべ藩主内藤正隆が経営したのべ電気所で1910年に 開業。1924年に会社組織の延岡電機となった。後に九州水力電機の傘下に入り、1940年に同社へ吸収された。内藤政居1907年8月、宮崎県最初の電気供給事業として、宮崎市に日向水力電機が開業した。電源は清竹川の黒北発電所であるが、これが県下で、 最初の発電所というわけではなく、すでに県北部に、鉱山用の自家用水力発電所が存在していた。その最初のものは、三菱工業が建設した五ヶ瀬川水系網の瀬川の小発電所である。この発電所は、西臼杵郡七折村にあった薪本鉱山の自家用、発電所として建設された。ここでは明治中盤から、水車や蒸気機関による動力を採掘。 精錬作業に取り入れ機械化が進んでいた。網の瀬川の西にある牧本鉱山に対し、川の東、東臼杵郡北方村にあったのが同じく銅山の日、平鉱山である。ここは三菱ではなく旧のべお藩主の内藤正隆が経営していた。日平鉱山も、牧方と同様に、明治中盤から水車、蒸気機関を取り入れ、1900年には三菱に続いて、 自家用水力発電所を新設して、電化に着手した。内藤家が建設したのは、菅原発電所と片内発電所で、宮崎県内で2番目と3番目の発電所となった。鉱山の電化が進む一方、延岡の町ではなお照明は、ランプや、提灯の時代であった。このため、延岡と久主ぶ、村、岡富村の有志は話し合いを持ち、 発電所を持つ内藤に対して、延岡に電灯を引くよう要望した。内藤は、町の近代化と火災防止などの点から電灯供給に踏み切り、市街の南町に延岡電気所を開設。城山の西に変電所を建設して、菅原発電所から送電線を仮設し、1910年1月より電灯供給を開始した。これにより延岡の町に、 初めて伝統が点灯した。その後1913年5月に富高翌1914年7月には津の高鍋にも変電所が新設され、延岡電気所の事業は県北部一帯に拡大していった。事業の拡大に伴い、内藤家は電気事業の公共性を鑑みて株式会社組織とすることとし、1924年4月28日に、 資本金350万円で、延岡電気株式会社を設立した。同社は、同年6月10日に、低信商の認可を得て、内藤家より、電気事業を譲り受けた。本社は、延岡電気所の建物を引き継ぎ、延岡市南町に設置。初代社長には、鈴木健太郎が就任した。延岡電機は発足とともに、なぬき川発電所を着工し、 1925年に新設した。これにより発電力は水力発電所5箇所で計1 8 4 0ットとなるが、1929年12月には、この総発電力を単独で上回る出力3 2 0 0ットの時子川発電所を新設している。内藤正隆史後の1930年4月、内藤家は、 九州の有力電力会社九州水力電機へと、その持ち株4万9000株を譲渡した。このため、延岡電機は九州水力電機の傘下に入り、同年5月、同社から役員が派遣されて社長は、同社社長、麻生太吉に変わった。なお、延岡電機買収に先立つ1927年に、宮崎市の日向水力電機も九州水力電機に合併されている。 延岡電機の供給成績は1930年代初頭の一時期を除いて増加しており、1938年10月末時点では、電灯数11703灯、小口電力3185馬力、大口電力2 0 0 8ット、電熱5 3 5ットであった。なお、延岡市には、大口需要者のアサヒベンベルグ県市延岡工場があるが、 同工場の電源は、自家発電や、親会社日本窒素肥料からの受電が主体で、延岡電機からの供給は受けていない。1930年代後半以後、日中戦争下で、電力管理法施行や日本発送電設立など、国主導の電気事業再編が進む中、延岡電機の親会社九州水力電機は、九州における、 民間事業者による事業再編の中心の一つとなった。すなわち、1940年4月1日、参加の各社、延岡電機、新都電機工業、南豊田電機、昭和電灯、筑後電機の5社を一挙に合併したのである。合併後、電力国家管理が進展して、日本発送電への統合強化と配電統制が推進され、 1941年8月、廃電等政令の施行に至る。同令に基づき全国を9ブロックに分割し、地区ごとに国策廃電会社を新設して、これに既存廃電事業を統合することとなった。九州地方では九州7県に沖縄県を加えた地域の廃電事業を九州廃電株式会社に統合する方針とされ、九州水力電気と九州電気。 日本水電、東方電力の4社が統合に参加する、要当局から命令を受けた。このうち九州水力電機は、配電株式会社となるべき、株式会社に指定され、翌1942年4月1日の九州、配電設立と同時に消滅した。1938年12月末時点における、伝統、電力供給区域は、以下の通り、 突起のない限り、宮崎県内である、延岡電機が運転していた発電所は以下の通り、蒸気発電所のうち、廃止された未体発電所を除き、九州水力電機から九州廃電へ継承され、さらに1951年以降は、九州電力に引き継がれている。ありがとうございます。